前園正清のおじさんだけで遊んでもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は広告が伴う遊びなんですけども、広告、まあ今までも結構ありましたけどね。お財布の紐はちょっと緩くしてありますか。いやいや、もうキツキツですよ。二重結びぐらいにしてますから、はい、何ですか。じゃあ今日なんですけども、はい、もうすぐそこに見えるアート、アートですか。はい、前回、はい、田村さんはジャストアーティストっていうので、はい、今回は現代アート。現代アート、はあ、ちょっと分かんないですね、全然。絵のことも分かんないし、その現代アートとかも分かんないですけど、家に絵は飾ってあって、別にそんな高額なものじゃなくて、はい、前もロンドンオリンピック取材行った時にロンドンで2枚買って送りましたから、その時気に入ったもの、今でも部屋に飾ってありますけど、まあ行ってみましょう、はい、ちょっといろいろ聞きたいですね。はい、はい、こちらですか。はい、はい、こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。タグボートの徳光と申します。徳光さん、徳光さん、はい、よろしくお願いします。ここは現代アートってことですか。そうですね、現代アートに特化したギャラリーでございます。あ、はい、なるほど。ちょっと見てみますか。そうですね、はい、もうじゃあいいですか。もちろんもちろん、はい。これはどなたの作品なんですか。はい、石井奈穂という日本の方ですか。日本の女性ですね。女性の方、はい。こういう細かいそのレースのようなやつは、まあ、デジタルで作って。デジタルなんですか。はい、今回は、はい、まあ、比較的赤をメインとした展示にしておりまして、はい、中の赤い部分は着彩してるんですよね。そういう、まあ、デジタルの部分と、まあ、手で描く部分を組み合わせた作品ですね。そっか、じゃあこれちょっとあれになってる、凹凸というか手前がデジタルでずっと描いてあって、ね、はい、奥のやつが、はい、多分色で、はい、では、こう心の葛藤であったりとか、世の中の社会のことであったりというものをこう複合的に見せているという作品でございます。ね、はい、こちら唇にも見えるんですけれども、まあ、彼女自身はこれは女性そのものを表しているというイメージもございまして、性の祝祭という、まあ、生まれたことに対してのお祝いをするという、はい、まあ、どう見えるかは、まあ、鑑賞者の、ね、まあ、自由になってくるんですけども、実は本日作家が来てるんです。え、あ、そうなんですか。前園さんをお待ちしております。じゃ呼んでみましょうか。はい、石井奈穂さん、はい、石井さん、アーティストでございます。はじめまして、前園と言います。よろしくお願いします。もう、あ、もう石井さんの色がこの赤っぽいので合わせて。石井さんおいくつなんですか。32です。32歳、はい、え、それはずっとそのもうアートはずっと描いてらっしゃったんですか。そうですね、アーティストとして活動を始めたのは19歳ぐらいの時かな。石井さんだからその対照的じゃないですか。こっちはちょっとダークっぽい感じの、まあそこに赤入ってますけれども、はい、こっちデジタルなんですけど、こっち出た手書き。あ、街ですか。どこに都市があるんですか。都市があって、はい、だいたいなんかこの辺から描き始めたんですけど、はい、こうぶわーって建物が増殖していく都市の感じと、あと何らかのこの構造がこう髪の毛みたいなのがこう巻きついていく感じというか、そうですね。ただ描きながら最後どういう風になるかっていうのが特に考えずに描き始めた。だいたい最初こういうものを描くっていうプランがあって、そこから逆算してるんじゃなくて。違いますね、やっぱり最初にこう完成予想図があると、はい、なんかこう、まあ、予定調和というか。なるほど。描いててあんまり面白みがないので、はいはい、最後どうなるかわからないっていうのを大切にしてます。おじやそ、はい、これ以外にも、うん、いろんなものが眠ってるんですね、はい、そうですね、はい、まあ、タグボートというのは、まあ、一番最初オンラインギャラリーで始まりましたので、ギャラリーの作品以外にですね、はい、約2万点ほど2万点、はい、販売しておりますので、はい、まあ、今回そのうち前園さんにえりすぐりの作品を数点、えりすぐり、はい、ご用意をさせていただきました。あ、そう、まあ、将来的にこう価値が上がりそうな作品ということで、今やっぱこう価値が上がっていくんですね。やっぱアートもそういうものなんですか。アートって今そうなってるんですよ。
実は。あ、そうですか。はい、例えば5万円で買った作品が10年後に500万円というのは結構ある話なので、はい、まあ、投資じゃないんですけど、はい、そういう方もいらっしゃる。じゃあちょっと拝見させてもらってもよろしいですか。はい、はい、ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。まあ、石井奈穂、まあ、抽象画というか、まあ、具体的な対象なしに描いているものを抽象画というんですけれども、はい、こちらの綾香中村という、まあ、同じように30代の女性が、はい、まあ、描いている作品作品なんですけども、ザ・シーズン・ユー・ア・ヒア、まあ、テーマ命の存在、絵の具厚盛りにして殴り書きのような形で上から何層にも何層にも重ねていく。厚いですね。そうです、横から見ると結構、はい、分かりますね。はいはいはい、だから彼女も同じようにどういうふうに出来上がっていくのかが分からないという、まあこれここにこう書いてますけども、はい、実際には絵の具はもうこんなになってるんですよ。周りに飛び散りまくっていて、たまたまこのキャンバスにこの絵の具が残っているような、まあ、そういう作品ですね。この方はこういった感じの作品が多いんですか？そうですね、結構人気で、前回の、はい、まあ、個展でも完売、はい、という個展で完売ですか？完売してる作家さんですね。まあ、こちらが26万5千円ほどの作品でございまして、結局制作してる時間で見るよりも制作するまでコンセプトをどういうふうにして作り上げたかみたいなところが評価される部分もありますし、はい、まあ、ただなかなか難しいじゃないですか、はい、その美術史を知るとか、はい、アートの歴史について勉強するお時間のない方に、はい、まあ、おすすめしているのが2つのポイントがございまして、はい、で1つ目が発明、はい、発明品がアートでは値段が上がるんですよ。そういうこと。例えばピカソだったら、あの、はい、まあ、立体的に描いたキュビズムというやり方が今まで世の中になかったものをピカソが発明したんで、ピカソは発明家として、まあ、美術品ではすごく有名であるし、価格も最も高いと。で2つ目がインパクト、インパクト、ね、インパクトです、はいはい、これめちゃくちゃ大事です、はいはい、やっぱりこう心に残る衝動と か、 確かにそういう作品を見たら、はい、それは買った方がいいです。なるほどね、はい、確かに、まあ、すごいよね、はい、ここ本当、はい、失敗じゃないですか？失敗ではないですね。これがもう、はい、偶然かもしれないですよ。そうですよね、はい、でもそれがいい、はいはい、次いきますか。はい、わかりました、はい、こちらは広瀬翔子という、はい、まあ、アーティストでございまして、はい、まあ、イラストのようにも見えますよね。はい、はい、見えますね、はい、まあまあ、描き方はイラストなんですけれども、はい、彼女は実は広瀬という名前でイラストレーターとして、まあ、いろんな本の表紙も描いてるんですけども、はい、でこれはデジタルで描いて、はい、断層にも重ねて最後はこの辺は、まあ、手で描いてると。これそうですよね。そうですね、まあ、未来の世界といったものを想像しながらデジタルで描いていってると、まあ、イラストレーター、まあ、イラストが描いてるように見えるんですけれども、はい、やっぱりそのコンセプトを自分で考えながら作った作品なんで、まあ、普通のイラストレーターとはちょっと違う趣があるなという感じですね。確かに、はい、すごいよ。ここもちょっと凹凸あるけど、よろしいでしょうか。では次、はい、20代女性の上渡子かなという作家でですね、はい、あの物のけ姫に出てくるような、はい、その妖怪を自分の中で勝手に想像をして書いてる作家なんですけれども、はい、結構細かいディティールを見るとですね、すごく精巧に書かれてまして、うん、鹿児島県出身です。お、一緒だ、はい、彼女の中では多分もう妖怪は何百体もイメージして、全部自分で妖怪を一から作るんですよね。妖怪だけを描いてます。妖怪を描いてます。いろんな妖怪を絵巻物のように描く作家さんですね。ニューヨークでグループ展を展示したりとか、台湾、上海とかいろんなところで作品は展示してますんで、まあ、国内外問わず人気の作家さんですね。分かりやすいですよね。分かりやすいし、はい、
海外の人がなんか好きそうな感じもするよね、うん、日本的な日本的なね、はい、こちらの作品の価格がですね35万3000円、はい、まあ、20代中盤でこの価格というのは比較的高い方、はい、まあ、彼女も完売作もう古典で、じゃあもう、はい、今紹介してくれた方はもう結構もう価値が上がっ、はい、上がってき上がってます、はい、しこれからも上がる可能性が高いということですね。じゃあ次をご紹介をさせていただきます、はい、タルタロスという作家ですね。どこの方ですか？日本人です。日本人、はい、見たことありますよね、はい、これ、まあ、あのいわゆる北斎の作品なんですけど、よく近くで見ていただくと、はい、これ紙幣なんですよ。いろんな国の、はい、100カ国の国の紙幣を切り刻んでコラージュとして貼って北斎のこの作品を作っている、タイトルがですね、リアルカモワールドカップウェイブカタール2022ジャパンブルー、アメリカのドルを使ったりとか中国の元を使ったりとか紙幣を使ってるんで、彼いろんな作品にワールドカップという名前をタイトルとして付けてるんですよ。その方は全部やっぱり紙幣を使ってるんですか？一部やっぱ印刷したものもあるんですよ。これ自体は22万円です、はい、ただこれ全部紙幣のものになると、まあ、作品としてはちょっとサイズ大きくなるんですけど、今160万ぐらいはしますね。なるほど、はい、結構好きですね。僕はテイストは一番これ好きなんですよ、はい、やっぱりこう巨匠と呼ばれる作家さんの作品もご紹介しようかなと思います、はい、あ、そうですか、はいはいはい、まあまあ、まあ、世界で最も有名な最も高額な作品を作る女性作家って誰か分かりますか？はい、まあ、水玉おばさんとか言われてる草間弥生さん、はい、さようでございます。ドットね、はい、あるんですか、はい、今回はちょっとオリジナル作品を。やばくないですか、オリジナル。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤キャップアップ。こちらになりますね、まあ、水彩画になるんですけれども、はい、花ですね、はい、お花の作品で、まあ、水性ペンとか水彩で描かれた作品ですね。1979年の作品ですので、まあ、当時51歳ぐらい、やっぱりキャンバスの大きいものになってくると、はい、まあ、数千万円もしくは数億円、まあ、こういう草間彌生の、まあ、本物であるという、まあ、これがないと大体偽物です。なるほど、はい、値段はまあ、1000万円かからない、880万円、比較的、まあまあまあそうなんでしょうね。もう草間彌生さんはもうもちろん知ってますけど、もう ここまで来るともう僕は分かんないですよ、まあ、歴史を作った人でしたね。人ですもんね。だから価値上がっていって、はいはい、じゃあ最後にもう一点ご紹介をさせていただきたいと思ってます、はいはい、世界でも最もポップアートとして有名なアーティスト、はいはい、といえばアンディ・ウォーホル、はい、のこれはシルクスクリーン、シルクスクリーン、はい、菊の花をテーマにした菊の作品ですね、まあ、アメリカのポップアートの、まあ、キングというか、はいはい、50代で、まあ、亡くなられましたけど、まあ、それがレジェンドとなって、はい、まあ、今でも世界で最も人気のあるアーティストの一人ですね、はい、まあ、キャンバスに、はい、シルクスクリーンといったやつだと、まあ、普通10億円ぐらいしますね。え1点が10億円ぐらい、あ、はあ、はい、これおいくらでしたっけ？こちら1000万円切るんですよ。実は990万円です。確かにちょっと安いなと思うけど、安く感じますよね。もう、はい、はっきり言って意味が分かんないですよ、その銃だから、はい、うん、やっぱ価値ってすごいね、はい、だ最初からもうそんなドンっていく人はいないってことですか？だから価値はどんどん上がっていくってことですよね。そうですね、そうなんですけども、はい、今やっぱりその情報がすごく早いじゃないですか、はい、まあ、インスタグラムだったりとか、はい、まあ、ツイッターとか、はい、いきなりその人気が拡散していきますので、あ、そっか、
はい、昔よりも逆に全然早いです。この時代だからこそアートというものがすごくこうみんなに注目されている部分があるのかなというふうな感じがしますね、はい、おじやそ、これ私が書いたんですけど、書いてらっしゃるんですね。教養としてのアート、投資としてのアート、はい、ちょっと夢ありますね、はい、アーティストが一人の個人なんで、はい、我々も応援しますし、売れると少しずつ値段も上げていきますんで、はい、いやだから基本はやっぱり自分が気に入るものがいいね、絶対それです。じゃないとすぐ手放しちゃうんですよ。そうですね。そうです。いろんなこれだけ作品があるんで、うん、勉強になりましたね。よかったです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。